あんな会社に近いのだけが取りみたいな部屋に住んでなくてもな、うん、こうもうちょっと遠くても広い部屋に住めばいい思ってな、うん、わしはこう引っ越してきたんじゃ。長谷川さんは会社から家まで地下鉄で30分のところに住んでいましたが、テレワーク導入を機に在来線と新幹線を乗り継いで3時間半のところに家を買いました。ところが驚くべきことに、会社は突然テレワークの打ち切りを通達したのです。今のこの状況に対して会社の経営者には何とこう言いたいですか？いや、もうこの4文字じゃもう多くは言わん。もうこれを見てほしい、会社の経営者にも。 3% っていうのは在宅支出あってこそじゃと声を大にして今言っとる。在宅支出じゃ、在宅支出じゃ。でもみんな思って労働組合も社員一丸となってこう思ってるわけじゃん、うんうん。ここでちょっと散歩すれば、まあ、気分転換ね、ああいい気持ちだなってなるわけですよね。まあ、ここ気に入って、まあ、こういうね場所あるとこいいなと思って引っ越してきたわけですよ。木々に囲まれてね暮らすっていうね、ちょっとどれがなんでいけないんでしょうかね。より快適なテレワーク環境を求めて長谷川さんはハイテク機器を購入しました。 3D ビジョン中、まあ、いわゆるすごいメガネじゃん。何ができるんですかそれで。これをなかければ相手の目を見て表情を読んで会話ができる。離れた人もいるかのように見えるんじゃこれ。笑ってますけどねこれ。今のこれみんなやりますよこれみんな。うん、ロシア軍これネットアーカイブシステムこれ繋いでるから。うん。ちょっと分からんわ。うん。まあねロシア軍ね、ねちゃんとねこう出てくれないとね。ロシア軍遠く見ちゃった。うん。それね、コーラーぐらいね、走ってもいろんなこう仕事こなしてるわけだよ。これね、システム上これちょっと崩壊の一途だな、これ。うん。まだ買わない方がいいと思うな、これ。うん。ネットワーク会議システムというのは前回は大活躍でしたけど、今度はこれはもう今使ってないということですか？だいぶ使う機会少なくなりましたな。家から参加したのはわしだけでしたからね。ところが3週間後、長谷川さんは東京にある本社ビルにいたのです。かたくなにテレワークの続行を訴えてきた長谷川さん、出社粉砕を訴え仲間と共に団結行動に出たのです。一見出社したくないだけかと思いきや、その裏側には切実な思いがありました。今日は会社にお見えなんですね。いや会社じゃないんじゃ、ここは。ここ会社なんじゃないですか？いや会社じゃないんじゃ。あ、違う。ここでも同じ建物の同じフロアですね。まあ確かに同じ会社、同じ建物じゃけど、うん、ここ会社じゃないんじゃ、うん、同じ建物でしょ。いやこの建物の空いとった部屋なんじゃな、うん、ああここは空き部屋ということですか。ただでももう会社にいるからこれは出社ということですね。あ、だからなんていうかな、こう会社にはいない、おらんのじゃな、うん。今長谷川さん会社にはいない。会社こ こ, そこですね、すぐね。ここじゃない、そこじゃない、そこ、うんうんうん、そう会社にはおらんのじゃない。でも通路挟んでお迎えですね。ああでも この通路分あるじゃろうな、うん、わしはこの通路分出勤してないんじゃ、うん、これはまあテレワークじゃ、うん、あわしはテレワークしたい、うん、テレワークしとるんじゃ、うん、賛同者というのはいたんですか、その長谷川さんに対して。おったおった、この辺もっとなみんなでやっとったよ。あ、うん、あみんなで今でも一人ですね。もう何日目ですか今。今これ5日目じゃん、5日目。あ、5日目ですか、うん、これストライキではないと。これストライキじゃない。もう今長谷川さん一人という状況ですか。あ、もうみんな出社しまった。あ、みんな出社、うん、あみんな志半ばじゃ。いやいや、わしはただな、こうテレワークがしたいんじゃな、うん、会社に行かなくても働ける日ってのが前あったんじゃから、うん、幸せにな仕事注文ができるってやり方をやっと1年2年やってきたんじゃ、うん、それを急に取り上げてしまったからな、うん、もうこれはもう何もわからん。単なる自身の願望だけではなくて会社の未来を見据えて今そういう行動を取ってる。そうじゃ、そりゃそうじゃな。テレワーク注文な、うん、こうなリモートで注文な、こう捨ててしまった会社にな、うん、こう新しい人が来るかと、今の若い人が来るのかと、うん、これでわしが最後、はい、テレワークできれば働きやすい会社じゃ言うてみんな来るわけじゃん。あ、じゃあこうすることによって宣伝にもなると。そう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 、普通の精神でこう長谷川頑張っておりますので、どうか何卒これからもテレワークさせてください。私たちは今後も長谷川さんとテレワークの行方を見守っていきたいと思います。